ビオレは、花王が展開する、洗顔料、基礎化粧品を中心とした、化粧品ブランドである。ボディソープの、ビオレ油や男性向けの、メンズビオレなど、複数の派生ブランドも存在する。従来、石鹸や洗顔料が、弱アルカリ性である中で、1980年に、中性というビオレ洗顔フォームを発売、素肌に優しい中性の洗浄成分マップを主成分とした、 洗顔料で突っ張らない洗い上がりというコンセプトを打ち出した。1984年に前述のビオレ洗顔フォームと同じ中性の洗浄成分を主成分とした全身洗浄料、ビオレ U を発売。1996年に小鼻の毛穴に詰まった角栓を取るシート状のバッグビオレ毛穴スッキリパックを発売。貼って剥がすだけの手軽さと目に見える効果で。 日本は元より海外でも支持され大ヒットした。中性洗顔料は他社類似後発品も多かったが、1999年に中性から素肌と同じ弱酸性に変更された。マーケティング活動の成果から弱酸性という、それまではあまり聞かなかった言葉を一気に浸透させ、他社も似た動きを見せている。同シリーズは肌に優しいというコンセプトで売り上げを、 伸ばし、特に、ビオレユーでは、肌の敏感な乳児や、幼児の肌にも使うことが可能であるとして、幼い子供のいる家庭にも利用が見られ、テレビ CM シリーズでも、子役を起用したり、アニメーションなどで子供に使えることをアピールしている。ビオレユーの CM シリーズでは、ビオレママなる子供の世話を、 精一杯頑張るお母さん像を登場させ、生活の節々で同製品を利用する様子を描いている。また、2011年10月の全面リニューアルでは、アニメーションのビオレママに加えて、渡辺マリナ、瀬戸朝香、めぐみを CM キャラクターに起用していた。なお、ビオレ U では、英字表記のブランドロゴに加えてカタカナ表記のビオレロゴも併記されており、 カタカナ表記のビオレの方がより大きく表記されている。2017年2月には、青函アルミニウム使用を無配合としたデオドラント剤、薬用デオドラント Z を発売。本品はメンズビオレ薬用デオドラント Z として男性向けにも同時発売されている。ラインナップはビオレ薬用デオドラント Z とメンズビオレ薬用デオドラント Z で共通化しており、 エッセンスとローリョン2018年2月に追加発売された全身用スプレーの3タイプでそれぞれに無香料と香り付きを設定しているが処方設計がそれぞれ異なるほか容器の色がビオレ薬用デオドラント Z がピンクメンズビオレ薬用デオドラント Z がブラックとなっているまたメンズビオレ薬用デオドラント Z はビオレ薬用デオドラント Z よりも内容量が多めとなっている 同時期に、日焼け止めブランド、ビオレサラサラ UV を、ビオレ UV に改名した。また、ビオレ薬用デオドラント Z、メンズビオレ薬用デオドラント Z に関しては、2019年2月に、医薬部外品に該当しない製品が発売されたため、シリーズ名が、ビオレ Z、メンズビオレ Z に改名された。男性向けブランドの、メンズビオレは2008年以降、3年周期で、 刷新されており、2014年3月にパッケージデザインを刷新した。なお商品名由来は、同社商品サイトによればギリシャ語のビオスとオレの合成ごとのこと。当初は洗顔料や基礎化粧品としてのシリーズではあったが、ボディソープ展開以降には、洗面から入浴という生活の中のリフレッシュないし、リラックスタイムを彩る製品ともなっている。ビオレ、ビオレ U。 メンズビオレの商品パッケージにはカオのシンボルマークがついているが少なくとも2000年代以降の放映されているビオレブランドのテレビ CM にはカオのシンボルマークは一切出していない。またビオレブランドの洗顔料やメイク落としのテレビ CM では CM の最後に英字表記のブランドロゴを出しサウンドロゴが流れる。ブランドロゴの下には 素肌に喜びをというメッセージが小さな文字で添えられている。業務用製品はカオプロフェッショナルの一製品として発売されている。ビオレは海外展開も盛んで、現在12の国と地域で、それぞれの現地に合わせた仕様で販売されており、男性向けのメンズビオレもビオレ展開国のうちオーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国。 イギリスを除く8つの国の地域で販売されている。ビオレの場合、日本国内ではビオレ U として発売されているボディウォッシュやハンドソープがビオレとして発売されているほか、緑茶エキス配合のディープフリーなどと日本国内にはない製品も発売されている。なお、スキンケア洗顔料のパッケージデザインはマレーシアやインドネシアで先行導入されており、 2012年2月には台湾、同年3月には香港にも導入された。デザインカラーは日本国内にはないグレーのものも存在する。また、メンズビオレにおいても日本国内では2ベア面との住み分けの関係でラインナップが少ないスキンケア商品がラインナップされているほか、一部地域では日本国内ではサクセスが担当するシャンプーや コンディショナーもラインナップされている。なお、アメリカ合衆国向け製品は USA ビオレシリーズとして日本向けに仕様変更の上、2018年10月に一部の EC サイトやバラエティショップなどで発売が開始されたが、前述したように2020年3月をもって全製品の製造が終了された。ありがとうございます。